どうも皆さんこんにちは、チャクバスです。本日はですね、 GoTo イートキャンペーン攻略法解説ということで、 GoTo イートキャンペーンね、始まってしばらく経ちましたよね。私はね、ガンガン利用させていただいておりまして、実際にね、利用して分かったことなどをですね、まとめて解説ねしていきたいというふうに思います。またね、まあこういう感じでね、利用した方がまあお得ですっていうのもですね、一緒に解説ねやっていきたいと思いますので、ぜひね最後までご覧いただければなというふうに思います。ではですね、 GoTo イートキャンペーンについて、まあ、基本的なところをですね、まあ、一応ね振り返っておこうかなというふうに思っているわけなんですけども、グルメサイトから予約してですね、まあ、実際に利用していただくと、ランチに対しては500円分のポイント、ディナーに関しては1000円分のねポイントが、まあ、もらえるっていった形になります。またね、当初は最低利用金額みたいなものが設定ねされてなかったわけなんですけども、皆さんねニュースとかで見られたというふうに思いますけども、まあ、鳥貴族のねあのニュースですよね、まあ、ああいうこともあってですね、今現在は、まあ、ランチであれば1人ね500円以上の利用で500ポイント、ディナーの場合は1人1000円以上の利用でポイント付与対象っていう風になっております。まあ、したがってですね、まあ、ちょっとケチな話をさせていただくと、まあ、ランチであれば500円、ディナーであれば、まあ、1000円ぴったりでもねポイントがもらえるっていった形になっております。それではですね、実際に私がね利用したグルメサイトなんですけども、グルナビ、ホットペッパー、 e パーク、これリッテイって読むんですかね、ちょっと、ね、読み方が分かんないんですけども、この4つをね実際に利用させていただきましたので、一つずつね解説していきたいというふうに思います。まずね、グルナビなんですけども、グルナビに関してはですね、対象店がまあまあ多いということで、いろんなお店でね利用されたいって方はね結構おすすめかなっていうふうになっております。ポイント付与に関しては公式サイトにはですね8日程度ということで書かれておりまして、こちらね本当に実際に利用してポイント付与されるまでもですね、本当に7日から本当に8日でね付与されるっていった形になっております。またね、グルナビに関しては楽天 ID をですね連帯することによって、予約してね来店すると楽天ポイントもね付与されるっていうお店もあります。でですね、楽天ポイントに関しては1人に対して100ポイントね付与されるっていった形になっておりますんで、ランチね1人で利用した場合ですね、 GoTo Eat のねポイントと入れると合計600ポイントがねもらえるっていった形になります。でですね、グルナビに関してはグルナビプレミアム会員っていうね、月額300円の有料会員っていうのがですねあるわけなんですけども、こちらのね会員登録するとですね、プラス100ポイントがねもらえるっていった形になりますんで、合計ね1人に対して200楽天ポイントがね付与されるっていった形になります。有料かよってね思う方ねいらっしゃると思うんですけども、こちらね安心していただきたいのは、90日間ね無料で登録することができますので、グルナビね利用する方はですね、ぜひね無料でね登録行ってから利用するのはねおすすめっていった形になっております。またですね、このプレミアム会員っていうのはですね、90日間ね無料っていう風になっているわけなんですけども、まあ、GoTo Eat のキャンペーンが2021年の1月末までっていう風になっておりますんで、まあ、今からね90日っていうことなんで、まあ、ちょうどね1月末ぐらいまでね利用できるかなというふうに思いますので、こちらねおすすめっていうふうになっております。なんですけども、注意点としてはですね、こちら90日間は無料でね利用できるわけなんですけども、まあ、90日ね過ぎると普通にね300円課金されてしまいますので、90日ね過ぎる前にね、もし今後ね利用されない方であればですね、解約忘れないようにねしていただけたらなというふうに思います。次にポイントサイトですね、こちらグルナビのね予約に関してはスマートフォンアプリのね利用されている方は結構いらっしゃるかなというふうに思うわけなんですけども、ポイントサイト経由でですねウェブ予約をね行うことによってプラスねポイントがもらえるっていうふうになっておりますので、こちらもね取りこぼさないでいただきたいなというふうに思います。でポイントサイトなんですけども、ライフメディアっていうねポイントサイトで1回の予約来店で200円分のねポイントがもらえるっていうふうになっておりますので、こちらね繰り返してね利用することも可能っていう風になっておりますんで、ぜひねこちら経由してね予約することをお勧めします。でですね、全てをまとめさせていただくと、1人でね利用した場合はグルナビプレミアム会員で200ポイント、ライフメディア利用で200ポイントですね。で、GoTo Eat でランチであれば500ポイント、ディナーであれば1000ポイントっていった形になります。かなりねお得にね利用できるかなというふうに思いますので、ぜひね利用してみていただけたらなというふうに思います。それでは次にホットペッパーグルメですね。ホットペッパーグルメに関しては
対象店がですね、私が利用している感じだとね、一番多いっていう風になっておりますので、まあ、もらったポイントのね、出口という意味ではですね、かなりおすすめかなっていう風に思います。またですね、このポイント付与自体はもうね、この期間は終わったわけなんですけども、10月の中旬までね、利用した分は10月の29日に付与、11月の16日から23日までね、利用した分は11月の9日にね、付与っていう風になっておりまして、ちょっとね、ポイント付与がね、遅かったわけなんですけども、今現在ですね、この期間も終わっておりますので、今からね利用する分に関しては1週間後にね付与されるっていう風になっております。またね、ホットペッパーグルメに関しては GoTo イートのねポイントとは別にポンタポイントがねもらえるっていった形になっております。ランチであれば10ポイント、ディナーであれば50ポイントがねポンタポイントで付与されるっていった形になります。でですね、ホットペッパーグルメに関してもキャンペーンをね行っていて、こちらねコース予約の場合のみねプラスポイントがねもらえるっていった形になっておりまして、ポイントアップキャンペーンということで、期間については10月の22日から11月の30日まで、こちらねエントリー必須のキャンペーンというふうになっております。でですね、条件はコースを予約して利用した分のみというふうになっておりまして、ポイントアップ分に関してはランチであれば1人200ポイント、ディナーであれば450ポイントがね GoTo イートのキャンペーンポイントはね別に付与されるっていった形になっております。ですのでコース料理をですねメインで利用される方はこちらねかなりねお得っていう風になりますので、概要欄にですね公式サイト載せておきますので、こちらからねエントリー忘れずにね利用していただければなっていう風に思います。次にポイントサイトですね。ホットペッパーグルメはポイントサイト EC ナビ経由で予約&利用するとですね、100円分のポイントがねもらえるっていった形になっております。もちろんこちらね繰り返して利用することができますので、ホットペッパーグルメ、ね、利用される方は経由してね予約することをお勧めします。でですね、全てのポイントをまとめると1人で利用した場合なんですけども、こんな感じになっております。ちょっとね複雑なんですけども、ポイント自体はですね結構もらえるっていった形になりますので、取りこぼさないようにですね利用してみていただけたらなっていうふうに思います。次にリッテイですね。ちょっと読み方がね合ってるかどうかわからないんですけども、ほとんどの方はですねこのグルメ予約サイトね、まあ、聞いたことないと思うんですけども、対象店もねかなり少ないっていった形になっておりまして、私の周辺でもね1軒しかないんですよね。で、隣の駅とかでもですね3軒ぐらいしかね対象店ないっていうことで利用はしづらいわけなんですけども、このリッテイをですね紹介するのはですね、こちらねポイントサイトの案件がすごいんですよね。ポイントサイト EC ナビ経由でですね予約と来店ねしていただくと、1回の予約と利用で900円分のねポイントがもらえるっていう案件がね出ているんですよね。こちらかなりすごいですよね。もちろんね繰り返して利用することもできますんで、 GoTo Eat のですねキャンペーンポイントとはまたね別で付与されるっていった形になりますんで、こちらねランチであれば GoTo Eat で500ポイントもらって、ポイントサイト EC ナビで900円分ねもらえるっていった形になりますんで、まあ、こちら合計しちゃうとですね1400円分ランチでもらえるっていった形になりますし、ディナーであればですね全部で1900円分のねポイントが付与されるっていった形になります。まあ、こちらに関してはですね対象店が少ないっていうことで、利用する方ねかなり少ないからここまでねポイントサイトの案件ね上げてきてるんだと思うんですけども、お店がね近くにあるのであればですねかなりお得にね利用できるっていった形になっておりますんで、利用できそうな方はですね利用してみていただきたいなというふうに思います。でですね、ポイント付与に関してはこちらのね案件が出てきたのはですね本当に2日前ぐらいにね出てきた案件っていう風になっておりまして、私もね利用させていただいたんですけども、まだね利用したばかりなので、実際ねどのぐらいの期間でポイント付与されるかっていうのはねちょっとわからないんですよね。公式サイトにですね発表されている情報ではですね8日から2週間以内にね付与という風になっておりますので、こちらもね参考にしていただけたらなという風に思います。次に e パークグルメですね。こちらまあ知ってる方はねいらっしゃるかと思うんですけども、この e パークグルメに関してはですねポイントサイトの案件はないわけなんですけども、 e パークグルメに関してはくら寿司が利用できるっていった形になっておりまして、こちらもねおすすめポイントではあるわけなんですけども、この e パークグルメのですね一番のおすすめポイントはですね、ポイント付与速度がですね他のグルメサイトに比べるとおかしいんですよ
まあ、どうおかしいかっていうと、他のねグルメサイトっていうのは、まあ、早くてもね基本的に1週間ぐらいでこの GoTo イートのポイントがね、まあ、もらえて、また1週間後にねそのもらったポイントで利用できるっていった形でね、まあ、大体1週間ぐらいがまあ基本なんですけども、この e パークグルメに関してはポイント付与が当日か翌日なんですよちょっとやばいですよね。あの GoTo イートのキャンペーンに関しては、まあ、何回もね言ってると思うんですけども、もらったポイントを利用してもまたポイントがもらえるので、まあどんどん回せちゃうわけなんですよね。ですのでこの e パークグルメもですね、ちょっと対象店はねそんなに多くないんですけども、ポイント付与のね速度の速さとしては本当にね群を抜いてね早いっていった形になっておりますんで、もしね対象店近くにある方であればですね、本当に下手すれば毎日もしくは、まあ、2日に1回とかもですね利用できてしまうっていった形になりますんで、 e パークグルメね利用したことない方であればですね、ぜひこちらもですね利用してみていただきたいなっていうふうに思います。いかがだったでしょうか。今回ですね GoTo イートキャンペーン攻略法解説ということで、まあ、実際にね私が利用した感じをですねまとめさせていただいたわけなんですけども、まあ、かなりねお得に食事ね利用できるっていったこともありますので、まだね利用されてないっていう方はですね、ぜひね利用してみていただきたいなっていうふうに思います。個人的にはですね e パークグルメがですね10月の19日ぐらいからですねこの GoTo イートキャンペーンね始めたわけなんですけども、このポイント付与の速さがですねかなり話題になっているっていうこともありますので、おそらくですけども来年の1月までねこのキャンペーン続くわけなんですけども、持たないのではないのかなって結構ね思ったりもしております。ですのでもしね利用されたいっていう方はですね、早めに利用されるといいのかなっていうふうに思っております。またですね皆さん ANA グルメマイルって知っておりますかね。まあ、こちらねあんまり知られてるサービスではないんですけども、まあ、空港とかだとですね ANA のクレジットカードとか ANA のそのマイレージカードですね、提示するとマイルもらえますよね。まあ、まさにあれと同じなんですけども、クレジットカード決済もしくはですね ANA のカードを提示すると、そこまでね多くはないんですけども、 ANA マイルがねもらえるっていうねサービスがありますので、こちらもですね概要欄に載せておきますので、 GoTo イートのキャンペーンでお店行くときにですね、こちらのお店が対象であればですね、提示するだけでもですね ANA マイルもらえるっていった形になりますので、忘れずにねチェックしていただいて利用してみていただけたらなっていうふうに思います。今回の動画はねこんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますのでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボンホテル、ヒルトンホテルのことについてね発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですねぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。